島市内に中継が出ております。中継ですか、猫さん。はい、福島市にありますパセナカミッセの2階に来ています。ここパセナカミッセといえば数々の飲食店がありますが、今日はですね、そんな中から先月オープンしたばかりのお店をご紹介したいと思います。そのお店というのがこちら、大阪お好み焼きこなまるです。本場大阪のお好み焼きがここ福島市で楽しめるということなんです。では早速入ってみましょう。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こんにちは。お好み焼きのいい香りがしています。こちら店主の九内さんです。今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。九内さん、大阪のご出身だということで。はい、そうです。もう福島は長いですか。ですね、30年ぐらいになります。結構もう長いですね。はいはい、このこなまるオープンされたきっかけを教えてください。そうですね、あのお好み焼きがもともと好きだったんですけど、はい、あとそれとホームパーティーしたとかしてて、はいはい、あと、これ売れるんじゃないって話になって、はい、じゃあやってみるなんて、定年も迎えたし、はい、自由にさせてもらうかと思ってやりました。もう仲間で評判だったと。結構ですね。あ、もうじゃあセカンドライフということでオープンされた。まあ、そんな中でですね、人気のお好み焼きというのがこちら、こな、豚玉になりますね。でこちらなんですが、こだわりがありまして、一つ目のこだわりこちらです。大阪だし文化ということで、 B 級グルメを追求しただしを使っているんです。いいですね。九内さん、やはりだしにはこだわってらっしゃるんですよね。はい、そうですね。結構数々のだしを求めて、だしを求めてというか、味ですよね。この味が好きだっていう、あくまでも自分が好きな味で作ってます。なるほどなるほど。あ、じゃあもうこのだしだっていうのを、それ以上でもそれ以下でも、なるほど、もう味には自信があると。これどうしよう。でその生地を練り込んだお好み焼きを焼き上げて、かつお節たっぷりかけて、そうですね、出来上がりました。それがこちらになります。はい、わ、美味しそうですね。結構大きいんですよ。770円。これ食べ応えがありそうですよ。大阪価格だ。そう、安いんですよ。じゃあ早速切っていただきますね。うん、あ、すごい。あ、いいな。なんかふわふわな感じもあります。はい、あ、そう、カリフワになってる。カリフワ、これ。じゃあ早速いただきますね。わあ、これは熱々ですね。うん、さっきカンカンカンって鉄板だったの。いただきます。湯気がすごい。やけどしないでね。おいしい。あかんなくよ。プレゼンターみたいになってましたよ。おいしい。あ、おいしい。結構痩せ、シャキシャキ感が残っていますが、スティーブ・ジョブズですか。ふわ、はい、ちょっともちもち感もありますね。紅生姜も入って、これはおいしいです。ソースも濃厚で、これが本場のお好み焼き。そうですね、ということなんですね。はい、でまあ、大阪ご出身の九内さんが出すお店ということで、はいはい、大阪のソウルフードも楽しむことができるんですね。それがこだわり2つ目。これはイカ焼きですね。あら、来た。イカ焼き。はい、阪神百貨店で、ね、はい、有名なんですよ。イカを切ったやつを、イカポッポちょっと違う生地で、はい、プレスして焼きます。お、イカを輪切りみたいな感じではないんですね。輪切りはポッポ焼きですよね。はいはい、ではないと。ではないですね。これが大阪のソウルフード。はい、あらららら、ね、面白いですね。値段も、これまたソースをたっぷりとつけて、はい、ソースも専用ソースになってます。美味しそうですね。これがイカ焼き。イカ焼きです。大阪では行列ができるほど、阪神百貨店のはできますね。あ、どうぞ。もう毎日行列ができてるそうですね。ですね、私が買いに行くときはいつも行列です。あ、いつも行列。これが大阪のソウルフードイカ焼き。そうですね、私実は初めて食べます。はい、では早速いただきます。これはもうちょっと、これなかなか福島で食えないと思います。赤い。味は本場ものかしら。赤い。おお、美味しいですか。すごく生地がもちもちです。はい、結構もっちりしてますね。またイカがしっかりとした食感が相まって、はい、すごく美味しいです。これが大阪の本場ソウルフード。ソウルフードですね。あ、これ美味しい。初めていただきました。ありがとうございます。はい、では先月オープンされたばかりということですが、はい、最後に今後どのようなお店にしていきたいですか。はい、そうですね、あの毎日とか毎週とか食べていただくようなものでもないので、はい、月に1回来てくれるお客さんがいっぱいできればいいかな、なんて思ってます。この味がどんどん広がってきていいですね。はい、そうですね。はい、じゃあ最後に大阪弁で締めましょうか。はい、
じゃあ大きに、はい、大きに、ありがとう。また来てください。また来てください。はい、ありがとうございました。